上げるチャンスを迎えました。バルズはまだ若いんですよね、最近出てきた選手ですから、これから伸びる選手だと思います。22歳のバルズ、28歳のキャベロフが下になっています。全てが見つかりませんでした。レリー・ガブリエロヴィチ・ハベロフ、ソビエツキー・グルジンスキーバレツ、チャンピオンオリンピスキーイグルフ・バルセロニー、ムガクラトニー・チャンピオン・ミラー・イ・ヨーロパ。ザスルジネイ・マスター・スポーツ・パヴォルネイ・バルベ。ビアグラフィア。Родился 5 июля 1964 года в Тбилиси в осетинской семье. Борьбой начал заниматься с раннего детства. В 1985 году окончил Тбилисский государственный институт физической культуры. До 1992 года выступал за трудовые резервы в Тбилиси, а впоследствии за трудовые резервы Владикавказ. Последние годы работал главным тренером сборной Грузии. До 2007 года являлся одним из руководителей Национального олимпийского комитета Грузии. Живет в Грузии. 1 октября 2012 года избран депутатом парламента Грузии от Карельского муниципалитета, получив 50,77% голосов. Президент Национального олимпийского комитета Грузии. Спортивные достижения. Олимпийский чемпион. Пятикратный чемпион мира. Трехкратный чемпион Европы. Трехкратный чемпион СССР. Чемпион России в Москве. Обладатель Кубка СССР. Победитель спартакиады народов СССР в Минске. Чемпион мира среди юниоров в Колорадо Спрингс. Чемпион мира среди молодежи в Анахайме. Чемпион Европы среди молодежи. カベロフという選手はですね、そんなに投手を表に出す選手じゃないんですがね、はい、しつこい選手なんですよ。相手の片足を捕まえてしまうと、そこからじわじわとこう攻めるタイプなんですね。だから派手な技がないんですよ、派手な技はないんですが、一旦食いつくと離れないと、そうですか、そういうタイプの選手なんですね。一点一点こう得点を積み重ねていくというんですかね、はい、キャベロフが2対0。全然派手な技を持ってないんですよ、はい、ところが下に入って相手の足にしがみつくとしぶといんですね。そして必ずポイントに結びつけると、こういうレスリングで勝ち上がってきてるんですね。まあそういうレスリングをされると22歳のドイツのバルゼにするとなかなかやりにくいでしょうね、はい、ここでポイント1点返しました。1点返した。さあその差が1点です。ドイツのバルゼ1対2。残りが40秒になりました、はい、100キロ級の金メダルをかけての争いです。ドイツのバルゼ、 EUM のキャベロフ、点差はわずかに1点、残り30、わずかに EUF のキャベロフがリードしています。点差は1点です。まだ分かりません、まだ分かりません。金メダルをかけての逆転劇も期待できますが、さあタックルに行きました。バルズ、バルズのタックル、ここで返せば逆転になるが、残り時間が15秒。さあカベロフも必死ですね、必死に抱えます。カベロフ1点を守りきるか、守れば金メダル。 EUL のカベロフあと2秒、1秒、カベロフが勝ちました。 EUL のカベロフが優勝を飾りました。100キロ級は EUN のキャベロフ。
まあ、実力的にはちょっと一枚上手というところでしょうね。本当僅差ですがね、はい、2対1ですから本当にもう一息というところでした。22歳ヘイコ・バルズ。